実際に、測ったりですね、スタンスでかかるこの圧を測ったりするとですね、かなりの選手がそんなに右にドーンバックスイング、左に体重ドーンダウンスイングっていうことをしていません。今のクラブが当然軽くなった、長くなった、大きくなったことによって支点を固定させて遠心力を出すことの方がスピードが上がって飛距離が出るということが分かったわけですね。どん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 そのやっぱり概念が変わってきて、クラブの概念が変わってきて、やはり軽いものを早く振るということに、飛ばすという本質が移り変わってきたところで、体重移動する必要がどんどんなくなっていったというふうにこれは言わざるを得ないと。結果的には体重をあんまり左右に移さないで、なるべく地面の力を使って、上下の力を使って、反力を使って、腰の回転をかなり強くつけることによってヘッドを早く振っていくという考え方に変わっていったわけです。あくまで重心移動の圧の変化、要はプレッシャーポイントの変化が体重移動っていうふうに思っているだけで、今現在どちらかというと視点を一点にさせて動く、体重もあんまり移動させないで動くというイメージの方が早く振れる、正確に振れる、ミート率も下がらない。